どうも、戦場カメラマン社長のデグッちゃんです。今日はここ愛媛県伊方町にやってまいりました。海、伊方町は海に囲まれた愛媛県の尻尾って呼ばれる細長い部分で、シラスとかサザエとか伊勢エビとか、まあ柑橘類とか結構資源豊富にあります。伊方町は原子力発電所がある町でも、まあ、有名なんですけど、伊方原発ですね。からの、風力発電もすごく多くて、途中ところどころにエヴァンゲリオンみたいな発電機がくるくるパラソルで回るやつとかがあって、ドライブにもってこいの。愛媛県民にはドライブスポットとして有名なこの佐田岬。今日本当は名物のここにある風車、風車にね行ってみたかったんですけど、時間がないんでまた次回ここはね寄ってみたいと思います。ドライブ映像だけお楽しみください。ドン。見えるかな。あ、見えた。エヴァンゲリオンみたいってちっちゃい頃から思ってました。名物とも言われるのが、昭和62年に開通したメロディーライン。車で運転すると道路にデコボコがついていて、走るだけで音楽になると。強いメロディーライン。チトの花嫁ですかね。なんか3曲ぐらいある。伊方町のひらら館にやってまいりました。伊方町ひららパークの2階が水族館になってました。すごい、こっちもいた。グラグラ。あ、そういうこと？もしかして、あ、私の影に反応するんだ。そういうこと。こういうこと？あ、近づくとハリセンボンになる。海の中に。サメだ。うわ、でっか。見てこれ。伊方町観光案内板、今3番ですね。これをこうずっとここの10番花まで行きます。もうほぼ先っちょです。目指すは岬港を目指してます。
かなかこのうねりくねった道が3、40キロ続くのでね、結構運転大変です。ただめちゃめちゃ絶景となってるのですごいね、楽しみ、見どころもたくさんあるメロディーラインに行ってみます。ここはですね、しらすを使ったレストラン、それから、お土産物屋さんが奥にありまして、お散歩動画を撮ります。よいしょ、しょ、花花さんのカフェ、それからここが食堂、よいしょ、今日ちょっと行けないけど食堂です。今日行けないからここスルーしまして、お土産物屋さんです。しらすです。セイビも、セイビ、アワビ、よいしょ、サザエ、ドンと。というわけで、はなはなさんの海鮮カンカン焼きセットを買ってきました。大きいですね、開けてみます。いまーす。じゃん。よいしょ。サバイ。カツ。え、これ伊勢エビ。はい。わーい。なんだ、軍手あるじゃん。軍手入ってました。ドキドキする。よいしょ、よいしょ。何が出るかな。よいしょ。角。おお。見てこれ、ドン、こうか、ドン、伊勢エビ、ちょ出してみますね。よし、マジ？マジ？こういうこと？うわ、ちょっと怖いこれ。よいしょ。ちょっと怖い。うわー、超怖い。やばいやばい。今動いてる、どうしたらいいの？ここお尻、お尻持ったらいい？あ、そうですね。はい。そう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 。そうですね、そう、結構重いけんね、大きいけんね。本当だ、大きい、すごいね。これどれくらい生きてるもんなんですか？ん、どれくらい生きてるもん？こういう状態にしとったら夏でも2日ぐらいは。宅配するのもこの状態で、この今の状態で行くんで、次の日はもう生きたまま届くんでね、大丈夫なんですよ。へー、そうなんだ、はい。エビはバックバックするから。あ、そうなんだ。わあ、動いてる。